そうそう、川崎来たらね、どうしても行きたいとこあったんですよ。このね、ソープランドセシル川崎、間違えた、山ちゃんですね。テーマ先の世界の山ちゃん好きなんですよね。山ちゃん、ここに行きます。来ました。これね、これがね、すごい好きなんですよ。今あまりの速さにびっくりしました。あの幻の手羽先がすごい好きっていうのもあるんですけど、ここしか俺知らないんですよね。銀河高原ビールが飲める居酒屋さん、すごい好きなんですよ。銀河高原ビール、キャンプ動画見ていただくと分かると思うんですけど、いつもこれ飲んでます。ぜひ飲んでみてください。じゃあちょっとまだ手羽先来てないですけど、いただきます。うまっ。さすがにお腹いっぱいになってきた。うまい。こっちがね、あのクーポンで塩手羽先っていうのをいただきましたね。いっちゃいますよ、そのまま。ほんとうまいからね。いただきます。知らないはずじゃない。まあ、そうですね。赤い。はい、ありがとうございます。赤フグよ。何でも場所じゃない。はい。うん、酒進みまして、これ。貿易の航路を作りました。気づかなかったんですけど、今日のチキン率半端ないですね。昼にケンタッキーフライドチキンですね。で、先ほど焼き鳥食ってて、で今山ちゃんで手羽先で、俺もチキン、チキン野郎ですね。チキンだらけっすな、この世には。ほんとそうですよ。でもなんかゼロからの立ち上がりを、まあ、はい、ごちそうさまでした。10時前ぐらいですね。どうしようかな。まだお腹いっぱいですけど、まだ飲めるんで。あとホテルがね、幸い12時チェックアウトなんで、もうちょい川崎の街を歩いてからホテルに戻って、ホテル飲み久しぶりにしたいですね。でちょっと川崎の街歩いてみます。で酒買って帰ります。疲れた。あー、ホテル着いた。疲れた。このあれ用がいいですよね。また味がある。とりあえずシャワーかな。ずっと髪洗ってないですからね、昨日車中泊してから。それからまたもう一飲み頑張ります。シャワー浴びてぼーっとしてたらかなり眠くなりましたね。一杯だけ飲んで寝ようかな。これはね、じゃあちょっといただきます。よいしょ。あー、久しぶりに街飲みっていうか、いつも最近キャンプで飲んでたんで、本格的に飲むとあれですね、酔いますね。美味しいですわ。こんな日がずっと続いたらいいのにな。
では一足先に言わせてください。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。結局あのあと3本飲んじゃいましたね。あー眠い。ただビジホは快適ですね。ぐっすり眠れちゃう。で先ほどの天気を見ていただいた通り晴れてるんですよね。まあキャンプできたなっていう話ですわ。ほんまに競馬は競馬で楽しかったですけどね。あー眠い。昨日の夜コンビニで買った明太子うどんですね。食べないと。美味しそう。美味しそうですね。はい、というわけでご飯食べ終わって今お腹いっぱいです。チェックアウト時間ももう迫ってますので、そろそろホテルから出たいと思います。このビジホから帰る感じがまた好きなんですよね。ビジホの雰囲気最高ですよね。はい、というわけで今回の動画はこちらで終了したいと思います。やっぱりキャンプしたかったなって最後まで思いました。うん、今はキャンプハマってるんでしたいなと思いました。次回こそできたらいいな。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価などしていただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。